ファンを生み出すコンテンツがビジネスを加速させる。アポロオフィシャルポッドキャスト超ブログ思考。はい、こんにちは、アポロです。今日はですね、知るをできるに変える方法という話をしていきたいと思います。知っているとできているは違うって、よく言われると思うんですけど、例えば何かですね、教材とか講座とかそういうもので学んだ時に、それを実際に行動に移せる人って少ないと思うんですよ。だからこそ、ノウハウコレクターと呼ばれる人たちになってしまって、知識はあるけども全然結果が出ないというような状態に陥ってしまうということが、よくあるということですね。なんで、この知るとできるには大きな壁があるんですよ。知っていればできるかっていうと、そういうわけじゃない。知っていても行動に移さなければできないわけですね。でもここの壁を越える方法を知らないと、どんなにですね、こう有益な知識を手に入れたとしても全然結果に直結しないわけです。で、多くの人はですね、やっぱりここの部分を解決しないまま、ノウハウとか知識とかそういうものばかりを詰め込んでしまうので、勉強しているのになぜか結果が出ないというような状態に陥ってしまうということですね。今日はこの知るをできるに変える方法について考えてみたいと思うんですけど、その、なんていうんですかね、この知るを行動するには大きな壁があるって言ったと思うんですけど、そもそもじゃあなんで知ってんのにできないのかってことを考えてみる必要があるわけですね。普通知ってたら、その言われた通りにやればいいだけなんですけど、なぜかそれすらもできないというのにはいろんな理由があると思うんですよ。だからそこを除去しないと、どんなに知識を入れてもやっぱり行動できないままなんですね。だから錆びついたモーターの車をずっとふかしているような状態ですよ。でめちゃくちゃアクセル踏んでるのに、なんか全然この車動かないなって。でよくよく見たらモーターがもう錆びついてるみたいな感じですよね。だからそのモーターの錆びつきをまず除去しないとどうにもならないみたいな状態ですよ。物事の根本の部分ですね。だからまずその知識とかなんやかんやを入れる前にですね、そもそもじゃあなんで自分は知ってんのに行動に移せないんだっていう本質の部分を解決 してから知識をね、吸収するっていうのが一番いいということですね。だから例えば、どんなに、例えばですね、じゃあ1億円稼ぐノウハウを自分が習ったとしますね。普通に考えたら、てか大半の人はですね、おそらくそういうもう本当に画期的なノウハウとかっていうのを学べば絶対に自分はね、成功できるんだっていうふうに思ってるわけですけど、そのノウハウがどんなに優れていて、仮に再現率 100% だったとしてもですね、行動しなければ絶対に結果って出ないわけじゃないですか。だからそのノウハウがいかに優れているかどうかっていうことよりも、それよりも そもそも行動できるのか、ちゃんとそれを実践できるのかっていうことの方が重要だってことです。逆に言うと、行動できない人はどんなに有益な知識を身につけたとしても絶対に結果は出ないってことですね。だからこの行動できない理由を作っているものを除去していくっていうのが大事だってことですね。で、原因としてはいろいろ考えられると思うんですけど、例えばマインドセットですね。失敗が怖いっていうマインドセットだったりとか、そういうマインドセットもありますし、メンタルブロックですね。なんかこんなことしたら笑われるんじゃないかとか、バカにされるんじゃないかとかね。そういうようなメンタルブロックがあったりとか、あるいは習慣ですよね。なんかこういつもダラダラしてしまうとか、 YouTube をねこう、何時間も見てしまうとかってもあるし、あとはもう環境ですよね。なんかこうやろうとしたら家族の邪魔が入るとかね、そういうような状況だったりとか、集中できない環境で作業してしまってるとか、いろんな理由はあると思うんですよ。やろうと思ってんのになかなかできないと。でこういうものを改善していかないと、やっぱり知識ばっかり詰め込んでもね、全然行動に移せない。要するに知っているをできるに変えれないってことになってしまうんで、ここをですね、改善していく必要があるんですけど、いろいろ原因を言ったと思うんですよ。マインドセット、メンタルブロックとかね、環境だとか習慣だとか言ったと思うんですけど、じゃあ本質は何なのかってことですね、を考えてみると、2つあると思うんですよ。本質は行動しない痛みと行動した時の痛み、こ
この時に行動しない方の痛みの方が大きければ人間っていうのは行動するんですね。まあ、いわゆるお尻に火がついた状態っていうもの、このままもし自分が何もしなかったらもう本当にやばい状態になるっていうぐらい追い込まれたら、人間っていうのはどんなにね、習慣が悪習慣を持っていようが、悪い環境にいようが、マインドセットがどうだろうが、やっぱ行動するんですよ、それぐらい追い込まれたら。だからまず本質の一つとしては、行動しない痛みと行動した時の痛み、この天秤にかけた時に行動しない時の痛みの方が上回った時は行動できるようになります。これが一つで、もう一つあって、行動する痛み、要するにめんどくさいとかですね。行動する時の痛みってめんどくさいっていうのが一番大きいじゃないですか。やりたくないとかね。その痛みよりも行動した後に得られる理想現実のワクワクの方が大きい時、これも行動できるんですね。大半の人が行動できないっていうのは、まあいろいろあると思うんですけど、極論言うと単純にめんどくさいだけなんですね。それをやるのが億劫で仕方ない、だからやらないっていう選択をするわけですけど、その面倒くさいっていう、まあその痛みですねよりも、それをやったら、確かにそれ自体は面倒くさいけども、それをやった先で自分が得られる理想の世界に対してすごくワクワクする場合っていうのは行動ができるわけです。なのでこれからですね、特に何かね、スタートしたいとかっていうふうに考える人は、おそらくまあ勉強すると思うんですけど、その前にこの根本原因をね、まず解決して、その前エンジンをきれいにしてからですね、錆びついたエンジンをきれいにしてからぜひ学んでほしいと思うんですけど、そのために何をすればいいのか、マインドセット変えようとかね、習慣変えようっていうのもそうなんですけど、そもそもの根本の本質の部分は、その痛みの天秤ですね、行動しないときと行動するとき、もしくは、行動する痛みよりも自分のワクワクの方が大きいかどうかっていうこと、ここをですね、しっかりと、まあ自分で、まあ、バランスを取ることができればですね、人間って勝手に行動するんですよ。まあ、さっきも言ったみたいに、もうお尻に火がついていて、もうこれやらなかったらもう自分はね、人生終わってしまうぐらいの追い込まれた状態だったら、まあ、どんな状況にあったとしてもですね、人間ってやっぱ行動するんですよね、でもそこの行動しない痛みと行動する痛み、行動する痛みって要するに面倒くさいとかですけど、面倒くさいが大体の人は勝っちゃうんですよ。別にやってもやらなくても今の人生もまあそこそこね、悪くないしみたいな感じだから行動しない、だからできないということですね。もしくはそのワクワクをが小さい、別にやってね、そこの作業とかにかける苦労と理想世界を比較した時に、まあ、こんだけ苦労するんだったらじゃあやらなくてもいいかなっていうね、そもそもその理想世界があんまりこう具体的にイメージできてない人が多いから、やっぱりね、その苦労っていうところがすごくクローズアップされてやりたくないなっていうふうになるわけですけど、だからそこをまずは明確にするってことがすごく大事なんですね。もう自動運転でもうやりたいっていうね、状態に入っていったら人間って勝手に行動するんですよ、どんなに面倒くさくても。僕もやっぱりいろいろね、こう今までこう情報発信してきたりとかコンテンツを作ってきたりとかってありますけど、じゃあ全ての作業が好きでやってるかっていうと、そういうわけじゃない、やっぱ面倒くさいなって思うこともあるんですけど、やっぱりその先に自分の実現したい未来とかね、やりたいことがあるっていうふうに考えると、もう勝手にやるんですね、淡々と、そこに何かこう面倒くさいなっていうことを感じることもあるんですけど、やっぱりその先の実現したい理想があるからこそ自分は行動できるって思うので、まずはそこをですね、こうクリアにしてもらうのがいいかなと。でもしその理想世界がね、あんまりこうイメージできないんだったら、ちょっとね、まあ危険なやり方ではあるんですけど、もう自分を究極の状態にまで追い込むとか、もう行動せざるを得ない状態にまで追い込むってことが大事かなと思います。そこまでできないんだったら、なかなか人生って変わらないんですよね。今までの人生と同じパターンでを繰り返していたら、おそらく人生って今までと同じような感じ、あんまり変化がないような人生になってしまう。自分の人生に大きな変化をもたらしたいんであれば、そのパターンを大きく変える必要があるわけですね。なのでちょっとまあリスキーではあるんですけど、そういうような感じで自分を追い込むっていうのも一つの手ですね。確かに相当大変な思いをするでしょうけど、そこを乗り越えた先に得られるものっていうのもその分大きいかなと思います。もちろんね、今すぐ会社を辞めて起業してくださいとかっていうことを言いたいのではないんですけど、
まあ、もしでもね、自分が行動できなくてこのままね人生を過ごしていって最後ね人生の最後を迎える時に後悔するぐらいだったら思い切ってね行動を起こすのも一つの手だとは思うんですけど、まあこの、知っているとできるは違うっていうことをしっかりと理解して、その壁を越える方法を理解しないと、どんなに有益な情報をですね手に入れたとしても結局やっぱ結果につながらないっていうことになってしまうので、まずはここのね壁を越える方法っていうのを、まあ、身につけてもらうのが大切かなと